体操用マットマット運動とは、マットを使用して行う運動を指す。倒立、展開、宙返りが運動の中心である。体操選手の補助運動としてだけでなく、児童、生徒が転倒した時の安全対策としても、用いられる。マット運動は柔軟性、機敏性、高知性など、身体支配能力の要請に欠かせない運動である。小学校、中学校、 高校の各学習指導要領解説において、機械運動の種目の一つとして位置づけられている。はじめは、背をつけて行う、前回り、後回り、ついで腕立てで行う、腕立つ前方、後方展開、速方展開、さらに、前方、後方、速方中返り、そして、二回中返り、ひねり、中返りと発展する。マット運動の技は、 軽技群グループと分類される。軽は各種目の特性を踏まえ技の運動課題の視点から大きく分類したもので、技群はルジの運動課題や運動技術の視点から、そしてグループは運動の方向や経過さらには技の系統性や発展性も考慮して分類したものである。マット運動の技は大きく回転系と馬技系に分けられ、 学校体育では回転系では接点儀群と本転儀群、馬技系では平均立ち技群が取り上げられる。以下、主に高等学校学習指導要領解説に基づき、ほんまにより補足した。回転系は接点儀群及び本転儀群からなる。接点儀群とは、背中をマットに接して回転する、回転系を指し、回転方向によって分けられる。 体をマットに順々に接触させて回転するための動き方、回転力を高めるための動き方で一連の動きを滑らかに安定させて回る。前転グループと後転グループが主として取り上げられ、丸太転がりの発展として、速報に転がる側転への発展も考えられる。前転グループ後転グループ回転力を高めることに加え、頭を抜くときに腰を開き、 手の押しを同調させ、腰の位置を高くすることが、発展儀に結びつく。本展儀群とは、手や足の支えで回転する、回転系を指す。節転儀と同じように回転方向によって分けられる。全身を支えたり、突き放したりするための着手の仕方、回転力を高めるための動き方、起き上がりやすくするための動き方で一連の動きを、滑らかに安定させて回転する。 速報倒立回転や前方倒立回転に手のジャンプを入れた技がロンダートや前方、倒立回転飛び、手と足以外に首や頭部で指示するのが跳ね置き技である。倒立回転グループ倒立回転飛びグループ、ロンダート跳ね置き、グループ足で踏切空中で回転して足上に立つ技群。平均立技群、腕立て指示義群、跳躍義群,群、柔軟。 技群からなる。平均立ち技群はバランスを取りながら静止する、馬技系を指す。バランスよく、姿勢を保つための力の入れ方、バランスの崩れを復元させるための動き方で、一連の動きを滑らかに安定させて静止する。片足で立つ技と逆位になって、バランスを取る、倒立のグループに分けられる。片足平均立ちグループ片足正面水平立ち。 当立グループ平成29年、平成30年国示の学習指導要領では、生きる力をより具体化し、知識及び技能、思考力、判断力、表現力等、学びに向かう力、人間性等の3つの柱に基づく要定源がなされ、すべての教科等の目標及び内容でこの3つの柱に基づく要塞整理がなされた。マット運動の技は、 軽技群グループと分類される。また、それぞれのグループにおいて書く技は、基本的な技、条件を変えた技と、発展技に分けられる。基本的な技とは、小学校では、類似する技のグループの中で、最も初歩的で、優しい技でありながら、グループの技に共通する、技術的な課題を持っていて、当該学年で身につけておきたい技、中学校及び高等学校では、 各種目の K の技の中で基本的な運動課題を持つ技を指す。同じ技でも開始姿勢や終末姿勢を変えて行う。その技の前や後に動きを組み合わせて行う。手のつき方や握りを変えて行うものは条件を変えた技と呼ばれる。発展技とは K、技群、グループの基本的な技から発展した技である。小学校低学年ではマット運動は マットを使った運動遊びとして、固定施設を使った運動遊び、鉄棒を使った運動遊び及び、飛び箱を使った運動遊びとともに、機械、器具を使っての運動遊び領域の一つとされる。中学年、高学年では、領域名は、機械運動となり、マット運動、鉄棒運動及び、飛び箱運動で構成される。技の分類は発達の段階及び中学校との、 連携を考慮し、以下のように構成される。マットを使った運動遊びブリッジマットを使った運動遊びでは、マットの元で回転などの基本的な動きができることを課題とし、マット運動と関連の深い動きを意図的に取り入れることにより、基礎となる体の動かし方や感覚を身につけることが重要視される。いろいろな方向への転がり。 手で支えての体の保持や回転をすることの運動遊びの楽しさに触れ、その行い方を知るとともに、マットに背中や腹などをつけていろいろな方向に転がったり、手や背中で支えて逆立ちをしたり、体を反らせたりするなどして遊ぶことがその目標とされる。ゆりかご、前転がり、後ろ転がり、だるま転がり、丸太転がり、うさぎ飛び、腕立て横飛び越し、背筋倒立、 カエルの足打ち、カエルの逆立ち、壁登り逆立ち、指示での川飛び、ブリッジなどの運動が例示される。マットを使った運動遊びでは、坂道やジグザグなどの複数のコースでいろいろな方向に転がることができるような場を選んだり、動物に変身して腕で支えながら移動したり、逆さまになったりする運動遊びの中から動物の動きを選んだりすることが、 思考力、判断力、表現力等の目標とされる。機械、器具を使っての運動遊びに進んで取り組むこと、順番や決まりを守り誰とでも仲良くすること、片付けを友達と一緒にすること、転がったり、飛び降りたりするときなどに危ないものがないか、近くに人がいないか、マットや飛び箱などの機械、器具が安全に置かれているかなどの場の安全に気をつけることが学びに向かう力。 人間性等の目標とされる。中学年、低学年のマットを使った運動遊びの学習を踏まえ、中学年ではマット運動の楽しさや喜びに触れ、その行い方を知るとともに、基本的な動きや技を身につけるようにし、高学年のマット運動の学習につなげていくことが求められる。中学年のマット運動では、回転系や馬技系の基本的な技をすることの楽しさや、 喜びに触れ、その行い方を知るとともに、その技を身につけることが知識及び技能の目標とされる。自己の能力に適した回転系や馬技系の基本的な技をすることに加え、基本的な技に十分に取り組んだ上で、それらの発展技に取り組んだり、技を繰り返したり組み合わせたりすることを目指す。運動に進んで取り組み、決まりを守り誰とでも仲良く運動をしたり、 友達の考えを認めたり、場や機械、器具の安全に気をつけたりすることが学びに向かう力、人間性等の目標とされる。高学年高学年では、低学年の機械、器具を使っての運動遊びと中学年の機械運動の学習を踏まえ、マット運動の楽しさや喜びを味わい、その行い方を理解するとともに、中学年で学習した基本的な技を安定していったり、 その発展儀や、さらなる発展儀に取り組んだり、それらを組み合わせたりして、技を身につけるようにし、中学校のマット運動運動の学習につなげていくことが求められる。また、運動を楽しく行うために、事故やグループの課題を見つけ、その解決のための活動を工夫するとともに、約束を守り助け合って、運動をしたり、仲間の考えや取り組みを認めたり、場や機会。 器具の安全に気を配ったりすることなどをできるようにすることが重要視される。マット運動は鉄棒運動、平均台運動、飛び箱運動とともに機械運動の4種目の一つとされる。中学校1年生、2年生では機械運動はマット運動を含む2つを選択して、3年生では上記4種目の中から選択して履修できる。 知識及び技能では回転系や馬技系の基本的な技を滑らかに行うこと、条件を変えた技や発展技を行うこと及びそれらを組み合わせることを身につけることができるよう指導が行われる。マット運動を含む機械運動の始まりは、ドイツ体操の父と呼ばれるフリードリヒルトビヒアンが、飛び箱や平均台の原型となる機械を用いて、 トゥルネンという運動を考案したことであるとされる。トゥルネンは人々に受け入れられ、ヨーロッパ各地で競技会が行われるようになり、スポーツとなった。マット運動が現在の高度なものに発展したのは、1950年の日米対抗体操競技会でアメリカ選手のスピーディーな連続技とダイナミックな展開、宙返り技に魅了されてからである。体操競技の 床運動の技術の進歩は、マット運動の普及、発展に追うところが大きい。日本の学校における体育の事故は、社会的問題となっている。平成24年度、平成25年度の独立行政法人日本スポーツ振興センターに、報告された学校管理下の障害発生件数において、機械運動系は、ボール運動系に次ぐ多さであった。 マット運動で用いられる普通のマットは約2 0トルの厚さなのに対し、総高飛びや棒高飛びに使われ落下の衝撃を防ぐウレタンのクズを集めて網で覆った厚さ4 0トルのセーフティマットを利用した場合でも回転運動で回転時に失速し頭から落下した場合は頭部を痛めることがある。現在の学習指導要領解説には指示器として 以上の三技群に組み合わせる技として紹介される。現在の学習指導要領解説には、長役技として以上の三技群に組み合わせる技として紹介される。ありがとうございます。